種だとしても種のままなら何の実も結ばない。芽を出し根を張り葉を茂らせ花咲かせ、初めて何かを伝えるだろう。たくさんの方がいらしてくださって、嬉しくもあり緊張もしておりますけれども、最初にまず、旧約聖書の中から詩編の85番、慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、正義は主の御前を行き、その道を備える。主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださいました。ご自分の民の罪を許し、彼らの咎を負ってくださいました。慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、正義は主の御前を行き、その道を備える。私たちの救いの神よ、私たちのもとにお帰りください。再び私たちに命を得させ、あなたの民が喜ぶようにしてください。慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、正義は主の御前を行き、その道を備える。主は平和を宣言されます。主の慈しみに生きる人々に、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、正義は主の御前を行き、その道を備える。たくさんの方がおいでくださって本当にありがとうございます。今日こういう平和と命、イムナチオ9条の会ということで、一応9条のスカーフなんかをピアノの先生とお揃いでしてまいりましたけれども、何の歌から始めようかなというふうにちょっと最初に迷いましたが、できればこの詩編85を題材にした歌から始めたいというふうに思いました。で、今日のこの集いのために新しい歌を2つ用意してきました。で、これはそのうちの1つです。で、じゃあなんで詩編85なのということですが、今日のためのチラシが出来上がってきた時に送っていただいたのを見た時に、そのご紹介のところに平和活動に取り組んでおられとかいうような文言がありまして、
なんかそれを読んだ時に自分の中である意味戸惑いがありました。私は平和活動に取り組んでいるのみたいな、あの人が書いてくれたものを読んで、あの逆に自分がドキッとさせられたような気がしたんですけれども、もしかするとこう平和活動なんていう表現のこうがまとっているなんて言うんでしょう、歴史というのか、その、意味みなんて言うんでしょうね、なんかこうちょっと私の中でドキッとするようなものがあるのかな。あの教会はそういう活動なんかにはあまり関わりませんよみたいな、あの昔のかなんかこうイメージが私の中にもまあいつの間にか時々作っているのかななどと思いましたけれども、でもよく考えて、よくというかちょっと考えてみればすぐ分かることですが、あの先ほど神父様が、教皇様の言葉よ、あのフランシスコのお祝いの言葉の中にもあったというふうに言っておられましたけれども、福音の中でイエスは平和を実現する人は幸いだっていうふうに言っておられるわけですよね。で先ほど歌いましたその詩編の中でも、正義と平和は一つのものだ、あの切り離すことができない、だからあのそして正義は主が来られる主の到来を先導するんだというふうに高らかにあの言っているわけです。ですからキリスト者である私たち、あるいはあの宗教的には違うあの信条を持っておられる方もそうかと思いますが、全ての人がやはり平和の活動に呼ばれているのじゃないかなと思います。で平和のために祈ることも大切ですが、祈るだけでなくその一人一人ができる何か小さくてもいい具体的な行動に呼ばれているのかななどということを、思いながら、この歌を、使ってみました。じゃあもう一曲歌いたいと思います。平和の木。泣くこと、笑うこと、謝ること、感謝する。
ほどのご紹介にもありましたが、私は2011年の6月から、被災地の方で活動を続けております。最初の約1年間は宮城県の石巻というところにあるカリタスのベースにおりました。でその後昨年の8月から、今度は岩手県、もうちょっと北の方に上がりまして、岩手県の釜石というところにある、この4月からは NPO 法人になりましたけれども、カリタス釜石というところでお手伝いを続けています。県外からもあるいは国外からも集まってきてくださるボランティアさんたちとご一緒に、まあ引っ越しだとか草刈りだとかっていうことは若い方々にお任せしてですね、私はもっぱら、教会の一角をお借りして常設のお茶の飲めるコーナーを作っています。フィリアという名前をつけていますけれども、そこでそこにいらっしゃる方々、あるいは仮設住宅の中に談話室といって皆さんが集えるところがありますけれども、そちらの方に伺ってご一緒にコーヒーとかお茶を飲みながらお話をしたり、一緒に歌を歌ったり、あるいは手芸をしたりというような、そんな活動をしております。でやはり歌を歌う機会も多いんですけれども、不思議とカラオケを使って歌を歌いますと歌っている人だけが気持ちよくてどんどん舞い上がっていってですね、周りはキューとか逆に全然冷めていくんですね。で終わると慌ててパチパチパチって、ああ終わってよかったなって感じで拍手するんですけれども、それよりもそのどんなに拙くてもですね、ギター一本の伴奏でみんなで歌うっていう、だからそれこそ小学唱歌ですかね、そういう昔みんなでよく歌ったっていうような歌は皆さん歌詞がちょっとあれば覚えてらっしゃるので、歌い始めると皆さん思い出されるんですね。でそれをご一緒に歌ったりすることがとても多くあります。でこの3月、要するに丸2年を過ぎたあたりから歌が歌いたいというリクエストが増えてきたなと思う歌が1曲あります。今まではね、まだとても歌えなかったけれど、いい歌だよね、私も歌ってみたいから歌詞持ってきてって、そんな風に言ってくださるそんな歌です。じゃあここで素敵なピアノの勝美代さんをお迎えして、ご一緒に花は咲く。街を思い出す。
交通費の援助があるのでね、来てくださるんですね。やっぱり若い人が来てくれるためにちょっとそういう支援もとても大切だなと思うんですけれども、そういう中で滞在される方々に必ずいらした時とお帰りの時にご挨拶をいただくことになっています。でどんな思いでいらしたのかとか、滞在している間にどういう体験をして、どんな気持ちでお帰りになるのかっていうようなことをちょっと分かち合っていただくんですけれども、私本当に何にもできなかったんじゃないかと思って、もう本当にダメですみたいなことをおっしゃる方が帰り際にあるんですね。でも大したことができないっていうんでいいんだと思うんです。もちろんなんて言うんでしょう、いろんな工夫やアイディアを持ってきてくださって、もし手芸がしたいって言ったらこんなもの作れるかなとか、こんな歌をみんなで歌ったらどうかなとか、そういうご自分のこう感性でいろんな準備をして持ってきてくださると、とてもそれはそれで嬉しいんですけれども、でも原則はまずそこにいらしている方たちに寄り添うということが大前提なので、私はこれを準備してきたからこれをやりますっていうことではなくて、相手の方が何かやってみたいなっていう、あちらからねそういうイニシアチブがあった時に、あじゃあよかったらこれはどうですかというようにこう差し出せるとなんかいいんじゃないかなと思うわけですね。ですから、ある意味で被災地というのは被災地に限りませんけれども、自分の中に達成感を得るために被災された方々を使ってはいけないということですよね。あくまでもあちらの方たちが望んでおられることに、寄り添いたいと思って、カリタスのベースはどこも歩んでいると思います。でそうですね、もう釜石に関して言いますと、この2年半で3000何百人かの方が、ボランティアに来てくださっています。中には繰り返しいらしている方もおられますけれども、本当にボランティアさんたちの目立たないけれども途切れることのない、この2年半途切れることのない継続によって、続いてきた活動です。そして地元の方々との関係を、信頼関係を育み育ててきたつながりだと思っています。でこれからもぜひこの無名のリレーが続いていくようにと願っています。私大したことできないわと思われる方も
多少の体力は必要かと思いますが、もしご興味のある方はぜひいらしてみたらいかがかなと思います。じゃあ、そんな何もできないと言っている高校生と一緒に時々歌をご一緒に歌いたいと思います。皆さんの中にもご存知の方があるかと思いますけれども、一人の小さな今ね、ニュースが私たち向こうにしかいないので、こちらでどういうふうにニュースを流しているのかが逆にわからないんですけれども、ボランティアにいらした方たちが最近はね、東北のニュースが減っちゃってっていうふうに、まあ、皆さんおっしゃるわけです。で、やはり日本の他の地域の方々からの記憶から、被災なんていうかな、地震の津波のことが、地震のことが、忘れ去られていって、あ、もう大丈夫なんでしょうっていうふうに、こうなんとなく流れていってしまうことを一番不安に感じておられるような気がします。で、同様にですね、こういう何か平和について考えるとか、共に集い祈るとき、私たちが絶対に忘れてはいけない方たちがある。東北の方たちも忘れてほしくないけれど、この方たちも決して忘れてはいけないと私は思っているのは、やはり沖縄の方たちです。ご存知のごとく、第二次世界大戦の時にも、唯一国内で地上戦が行われて、民間の方だけでも9万4千を超える犠牲者を生んだ、まあ、沖縄の、そういう痛み、あるいは今も、国内の基地の 75% が、そこに集中して、日常の生活の中に基地がある、その沖縄の生活、その人々のことを、やはり私たちはいつもその方たちの、まあ、犠牲なしに、この現在の私たちの今の生活はないと思っています。ですから、こういう時にぜひ、あなたたちのことを私たちは忘れていないし、あなたたちが平和にならない限り日本が平和だというふうには言えないということを、そういう思いを込めて、結局ねえねえという
沖縄のグループが歌っていましたけれども、サザンの桑田佳祐が作りました平和の龍歌。
ピをする時間をいただきました。で、まあ、たった1日だったんですけれども、ずっと立ち入りが禁止されていた地区の、民家の片付けにのお手伝いに来ました。で、本当に2011年の3月以来、時が止まったような立ち入り禁止地区域の中にも少し入らせていただきました。もちろん他の被災地と同様の問題を抱えながら、そこに加えてどこから手をつけていいか本当に途方に暮れるしかない放射能の問題、あるいは2年間放置されていたがゆえに起きる、他の地域との違い、例えばその私が伺った民家はもうネズミが大繁殖していて、その日以来一度も帰っていないお家の丸2年経ってからの掃除なので、もう本当に米俵っていうか、その大きな袋があったはずなのに空っぽになってるとか、そういうことですから、もう涙半分泣きながら、ミッキーマウスミッキーマウスミッキーミッキーマウスって泣きながら歌いながら皆さんで片付けをしたわけですけれども、まあ本当にわずか1日でありながら、被災された方々、そしてその支援に当たっておられる方々のご苦労に、まあ、本当にほんの少し垣間見させていただいたように思います。本当に頭が下がる思いでいっぱいです。で、私自身は修道会に入ってから広島での時間を10年ぐらいいただいてきました。で、ずっと関東に育った私にとって、西の方に行ってその原爆の痛みを抱えた町に住まうということ、本当に新しい体験だったんですけれども、その中で皆さんと主にその市民活動をなさっている方々と核兵器を野放しにしないということ、そして山口県の端っこの方に、原子力発電所の計画がずっと中国電力によって行われておりますが、まあ、できればそれを中止してほしいという、そんなことを市民の方々と一緒に共同して考えてきました。で、しかしその何て言いますか、2011年の3月11日とそれに続く福島の出来事、原子力発電所の事故は、まあ、おそらく私たちの意識を根本から覆す出来事だになったと思っています。もう日本はノーモア広島、ノーモア長崎という訴えでは足りないということです。そこまで来てしまったということを痛切に感じています。で、私が初めて広島で夏を過ごしたのが89年なんですけれども、その時いろいろなこう平和の歌みたいなものを習ったりして、全然知らない歌がたくさんあったので喜んでいろいろ覚えたんですけれども、その中の一つの歌で1971年に原水爆禁止世界大会の時に発表されたという青い空はという歌があります。で、広島の方だったら小学校の時に練習したとか、学校の平和の8月6日に必ず歌ったとか、まあ、なんか思い出がおありかと思いますが、こんな出だしなんです。青い空は青いままで子供たちに伝えたいっていう、こんな出だしのすごく優しいメロディーで、なんて言うんでしょう、子供もある意味子供さんも歌いやすいような歌なんですけれども、まあ、中身は本当に重い歌をなんですが、この歌からちょっとインスピレーションをもらいまして、書きました。青い空への誓いという歌です。
広島の平和公園、この中にはいらしたことのある方が本当に多いかと思いますが、平和公園の原爆死没者慰霊碑のところに安らかにお眠りください。過ちは安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから、という碑文が刻まれています。でこの碑文が刻まれた当初はですね、この碑文についての論争があったと聞いています。過ちは繰り返さないではなく、過ちを犯したのは他の人なんだから、過ちは繰り返させないんだというふう、そういうふうに書くべきだというような文言をめぐっての争いがあったということですが、もう私たちはこの論争をする自由を持っていないです。私たちが選び、いつの間にか、54基もの原発がこの日本全国の中に立っています。で、そして、残念なことに津波という自然災害がきっかけではありましたけれども、それによってついにみんながずっと心配してきたような大事故が、起こってしまったというわけです。で、時々巷にいろんな商品を買うときに、蓋を開けたとき切り口で手を怪我しないようにご注意くださいとか、すごく細かい注意事項が書いてあって、そんなことぐらいは気をつけるから大丈夫だよなんて思うことがありますが、そういう小さなことについては非常に細かい注意書きがあるにもかかわらず、本当に大きなことについては多めに多めに見ようとする。大丈夫だ大丈夫だと政府は言う。でもひとたび雨が降るとまたやっぱり汚染水が流れていたんだとか、でも何回も聞いているうちにそれもなんだか当たり前のように思えてくるという、このことは本当に恐ろしいと思っています。自分たちの国の原発の事故の処理もままならないのに、それを原発を海外に輸出するということはありえないというふうに思います。どうか平和利用などという、これは全くまやかしの表現なので、こういうことに惑わされず、核を持たない、核の使用に対してノーと言い、核のない未来に対してイエスと言っていく、そのことを私たち自身も一人ずつの生活の中で見直し、自分の生活を見直し、あえてね、少々不便なことも選びながら、私たちの国として次の世代の子どもたちにより良い未来を残していくことができるよう、ご一緒に行動をしていきたいと思います。じゃあ最後の歌になります。
ピアノは草津美代さんでした。本当にありがとうございました。